クレメント・シェブリエは、フランス・アミアン出身の自転車競技選手。AG に R、ラ・モンディアル所属。2011年から2013年まで、現在所属する AG に R、ラ・モンディアルの育成チームである、シャンベリー・シクリズム・フォーメーションに所属。2013年には、U23 のフランスナショナルチームメンバーにも、選出され、ツールド・レン、ツールド・ラブにいる。 世界選手権、ロードレースに出場した。フランスのチームである、ルーベリールメトロポールのレースディレクター、フランシス・バン・ロンデルセルと連絡を取り、2014年にアクセル・メルクスが監督を務めるアメリカのコンチネンタルチーム、ビッセル・デベロップメントに加入。2014年、サンディマス・ステージレースで総合優勝し、夏からトレック・ファクトリー・レーシングにトレーニーとして加入。 USA プロサイクリングチャレンジで総合12位に入った。2015年、イオムサイクリングに2年契約で移籍。22歳で、ジロでイタリアに初出場し、総合69位で完走した。2016年9月、グランプリドアロニーで落ち車し、頭骨を骨折した。2017年、AG ニャール、ラモンディアルに2年契約で移籍。ジロで、イタリアブエルターエスパーニャ。 ありがとうございます。